双番の藤田誠が松は動いていきました。西のラインを連れて上昇していく2番の藤田誠、その後今日牽制していくのは5番の滝本恭平。さて5番の滝本が2番藤田誠を牽制している。2コーナーからバックストレッチ、結局2番藤田誠は現在5番手につけています。一本棒の体勢、まもなくダッシュを迎えていきます。さてダッシュを迎えてレースはスローペース、後方を牽制して前で構える5番の滝本恭平。2番の藤田誠は依然として5番手、一本棒の体勢変わりません。4コーナーのカーブに立って2番藤田誠が一気に踏み込んでいきました。一気に叩いた2番藤田誠が最終的に主導権を奪っていく。5番の滝本恭平インで粘ります。さあ番手が5番の滝本、7番の高松ともつれてバックストレッチに入っていく。2番藤田の主導権、その番手となりますが7番高松が番手を守る形。5番の滝本は現在3番手、4番手で1番手1回が続いて第2センターから4コーナー、2番藤田誠が粘っている。番手から7番の高松が追い込んでいきますが、ゴールは2番7番7番2番と1着からそういう接戦となっています。ダチョウの周回へと入っていきます。さて長い中四国ラインが前に出てきました。1番の阿部、6番の吉川祐希が並走状態も、6番吉川ゆっくりと中段に下がっていきます。2コーナーからバックスレッジに入っていく。前で構えるのは1番阿部光弘、後方をちらりちらりと牽制している。さて7番の中村健二がダチョウとともに踏み込んでいきました。愛知の2人がここは主導権を取るか。その愛知での後方には2番梶原圭介、5番時吉と九州勢が続いています。レースは最終周回に入っていく。ホームから6番吉川が一気に踏み込んで9番坂本が離れている。現在3番手から2番手までまくってきた。さあ6番吉川祐希ですが、それをブロックする3番高野照明、バックストレッチに入っていく。逃げる7番の中村健二、3番の高野照明と愛知勢、2番梶原がまくっていきますが、インを救ってくる5番時吉、第2センターから4コーナー、7番の中村が粘っている。3番高野が追い込んで最後はかわした。3番高野、そして2着争い5番7番あたり。その4番永田を9番奥出が抑えて、レースは打賞の周回です。前で構える3番篠原秀夫、8番の有馬雄一郎、即席ラインが前段、そして依然として中段で9番奥出が4番の永田純一を抑えています。その中段から9番奥出亮が前に出てきました。打賞を迎えて3番の篠原秀夫番手に飛びつきました。さあ番手がもつれていく。さあ一旦9番の奥出が立ち遅れるような展開となりました。そこを一気に叩いてきたのが4番の永田純一。さあ現在2番手まで追い上げるような形が、さあ4番の奥出がここは逃げる。9番奥出を捉えるか。現在9番奥田、4番の永田が並んでバックストレッチへ入っていく。激しいもがき合い、第3コーナーの間に勝ってここでもがき合いを制したのは4番の永田純一。現在2番手9番奥田と6番の新海が並走状態で直線コースに帰ってきた。さあ4番の永田が粘る、追い込む6番並んだ。ゴール線上は4番永田、6番の新海。
その3番ウリネケが後方から動いて、その動きを牽制しながら中段からは4番小谷も前に出ていきます。ダチョウの周回へと入っていきます。さて1番の上彦氏は現在後方に下がって、前に出ていくのは3番のウネキツトム、そして4番の小谷実ですが、現在3番手から後方下がっていきます。1番の上彦氏が現在中段4番手まで上昇、4番小谷と中段4番手並走となりました。その中段から1番の上彦氏が一気に踏み込んでくる。さて3番のウネキはこのまま突っ張りの体勢で主導権を取るんでしょうか。1番上彦氏も踏み込んで、最終的に1番上彦氏が主導権を握りました。9番永田翔一が番手で続く、そして3番ウネキが3番手、その後方4番手は5番7番並走でバックストレッチへ入っていく。4番の小谷が後方からバグっていく。さあ現在先頭は1番上彦氏、新一番手は9番永田修一、3番のウネキが3番手、インを救っては7番の藤浦が3番手浮上か。4コーナーから直線コース、1番上彦修一が今日は押し切ってゴールは1番7番9番の大勢となりました。その後方には1番吉松直人、6番長野和弘が続いています。打賞の周回へと入っていきます。4番石黒が5番の日原を抑えていきます。1センターから2コーナーのカーブにかかります。5番の日原はゆっくりと後方に下がっていきます。後方を牽制しながら4番石黒剣が今日は先行体制へ打賞を迎えていきます。4番石黒、7番の田中智と中国勢が前段、1番吉松直人、その後方に6番の長野和弘が続いて、レースは最終周回、現在5番手は並走状態、インコースに5番の日原勝彦、そして外が2番の笹倉慎也、中段がもつれる展開も5番の日原が後方7番手に下がりました。さあ逃げていくのは4番の石黒健、番手は7番の棚橋飛ぶ中国勢、1番吉松直人が自力で一気にまくった。第3コーナーの間に勝ってまくり切ったのは1番吉松直人、あとは後続をちぎっていくんでしょうか。2着争いが焦点となっていくのが、しかし7番の棚橋も追い込んでいく。さあ1番7番さらには2番並んだ、ゴール線上は3名並んでいます。レースは打賞の周回へ入ります。4番の一ノ瀬匠が後方7番手に下がりました。さて後方を牽制するのは8番大都市公平、現在中段4番手。4番の一ノ瀬匠は現在後方7番手。2コーナーからバックストレッチ。さあ8番の大都市、4番一ノ瀬、この2人が踏み込んでいく。ダッシュを迎えて8番大都市がまずは先手を取る。さあ追い上げるような形となった4番一ノ瀬ですが、ブロックされて後方に下がっていきました。さあ8番大都市公平が主導権を取った。番手は5番の西郷剛、そしてその後方3番手が6番の碇智人と近畿勢がこのままペースを握っていくのが、2番の池田博士が現在4番手、後方から一気にまくってきたのは3番北の吉原中部勢がまくってきた。第3コーナーの側に勝って合わせるように踏んでいくのは2番の池田博士。さあ現在第2センターの側に勝ってまくり切ったのは3番北の吉原、番手は1番の後藤明の、さあゴール線上1番3番7番の体勢。
8番三浦翔太がゆっくりと上昇、中段まで上昇しました。1番山下和樹を抑えていく8番三浦翔太、その8番三浦が前に出てきた。2コーナーからバックストレッチ、早くも先行体制も、さらに山を下ろし気味に1番の山下和樹がここは中段4番手をキープした。9番の辰巳豊、そしてその後方7番吉永輝太、後方8番手となって、さあ4コーナーから直線コース、8番の三浦が今日も主導権を取っていきそう。レースは最初の周回に入っていきます。逃げる8番三浦翔太、番手は2番の乃木吉則、そして6番の野村澄東のラインがペースを握るか。1番山下が中段4番手からまくっていく。2コーナーからバックスレッチ入っていきます。そのまくりをブロックする6番の野村澄東、第3コーナーの間に勝った。さあ先頭は8番の三浦翔太、そしてインをするすると救ってきたのは5番の藤原と6番、4コーナーから直線コースに勝って伸び比べとなったが5番の藤原ひろし、2着に突っ込んだのは2番7番、この2人。その動きを牽制しながら中段からは4番中本翔英も出ていきます。ダチョウの周回へと入っていきます。4番中本が前に出てきた。さあ熊本コンビが前段の布陣、そして現在3番手が並走の形となっている。その中段から9番の坂井健三が踏み込んでくる。2コーナーからバックストレッチ、9番の坂井健三が先行体制かダチョウを迎えていきます。さあダチョウを迎えて後方牽制しながら9番坂井健三が先行体制、そして4番の中本翔英が3番手に切り込んで3番手を取りました。4番手で8番塚本大輝、熊本勢が3番手4番手にはまりました。さて後方2番小林の力は現在後方の7番手、一本棒の体勢となって2コーナーからバックストレッチへ入っていく。逃げる9番坂井健三、さあ3番手から4番中本翔英、熊本勢がまくって出た。第3コーナーのカーブに勝ってまくり切ったのは4番の中本翔英、そして2番手後方落車、1番2番2人が落車となっている直線コース、4番中本翔英か、ゴールは4番9番の体勢。初日の特選を制している3番東がマーク戦となっています。さてレースは早くもダチョウの周回、後方を牽制するのは4番栗山俊介、現在中段5番手に構えている。6番の斉藤宗が後方7番手から一気に踏み込むか、その動きを牽制していく4番の栗山。2コーナーからバックスレッチ、一気にペースが上がっていく。6番の斉藤が踏み込んで先行体制に入っていく。さあ難関勢が先手を取った。そして中段がもつれる展開となりそう。さあ現在中段4番手となりますが、2番渋谷隆起、5番加藤圭一、激しくもつれてレースは最終周回。逃げるのは6番の斉藤宗、番手は3番東龍之介、そのインをすくって番手に切り込んできたのは2番の渋谷隆起、さらには1番山方も番手に切り込んで1番2番3番と番手が激しくもつれて、先頭は依然として6番斉藤宗則で、ここで先頭に変わったのは3番東龍之介、2番手で5番加藤圭一が続いて直線コース、7番の国の突っ込むがゴール線上、ゴール線上は3番7番6番吉田を牽制していますが、その6番吉田茂樹が前に出てきました。
2番の片織亮太は後方に下がっていく打掌の周回です。一気にペースが上がってくる。2番の片織亮太が踏み込んで2コーナーからバックストレッチ、先手を取ったのは2番の片織亮太。そして9番の白上大輔と埼玉勢が前段、7番の高木貴弘が3番手。さて東のラインが全体の布陣となっています。5番の佐藤和臣がその後方4番手、後方から6番吉田茂樹が巻き返してくる。さあ一気にホームからまくる形で現在2番手まで来ました。さあ逃げる2番の片織亮太を捉えるか。現在2番手まで追い上げてきた6番の吉田茂樹、バックストレッチへ入っていく。番手がもつれたが、ここは9番白岩が番手を守った。3番手は1番6番7番と三者並走状態。第2センターのカーになって先頭は2番の片織亮太、番手は9番白岩大輔、3番手が7番の高木貴弘、直線コースに帰っていた2番車。そして2着から争いは4番7番9番初日はまくりで3着100球機の新鋭3番島川崎、その3番島川が中段まで上昇、レースは早くも打掌の周回です。さて3番の島川が8番岡崎を牽制する形で現在後方並走状態。2コーナーからバックストレッチへ3番島川が踏み込んできた。合わせるように中段から7番菊池慶翔も踏んでいく。さあ打掌を迎えて先手を取ったのは3番の島川正樹、番手は9番島田良一の西の2人が前段、7番の菊池慶翔が3番手、後方から8番岡崎圭介巻き返してくる。レースは最終周回に入っていきます。3番の島川正樹が勝券を奪いました。2番手が9番の島田良二、そして3番手がもつれる展開へ。現在7番菊池と8番岡崎もつれるが、3番手から7番菊池慶翔がまくっていく。第3コーナーの間に勝ってそのまくりをブロックする9番の島田良二、先頭は3番の島川正樹で4コーナーが直線コース。番手から9番島田が追い込む。外を1番伸びるが9番車、ゴールは9番3番の体勢です。